鮮だった脳みそフル回転でした。いい経験ですね。そうなのよ、お疲れ様でした。あ、ガオガオプリンセス見たよ、ありがとうございます。チェックしてくれて、チョコちゃんレインボーサイリウムありがとう。あ、ストーバ小町さんから舞台のチケット届きました、ありがとうございます。舞台のチケット届き始めてるね、嬉しいね、楽しみですね。今日寒くない？長袖も。プロフィールにお話し会中のもしよきめちゃちゃくちゃ書いてますが、すいません、まだ変えてない、また変えます。こんばんは、昼夜両方とも最高のパフォーマンスでした、ありがとうございます、優しい。めちゃくせから気になって公園行きたいけどシフトが合わない。そう、最近ね、結構公園頻度が少ないですね。キュンマート、なかなか合わへん人もおると思うけど、会ってほしい、いい公園なんで、バイトといい折り合いをつけてぜひ来てください。今日はなんか女の子のファンがね、夜はすごく多かった気がします。ゆうかのうちはいっぱい持ってくれてる人がいて嬉しかったんよ。うーかちゃんの私服好きすぎる、本当？なんか最近めっちゃシンプルになってきて、もっとなんかフリフリとか可愛いのをやっぱ着たいなって思うんですけど、シンプルになんか着こなすお姉さんのこと私すごい憧れてるからなんかそういう服多いです。TU さん、はい、こんばんは。11月3日、おお、昼夜、改めてゆかのパフォーマンス、あ、嬉しいです。ありがとうございます。やっぱ生で見てるとね、あ、恋タコしてるよ、ありがとうございます。どうですか、私とのラブラブ具合は。親密度上がりましたか？ウーカ推し連番で、連番やったの幸せでした、ありがとうございます。大喜利のやつみんなツイートし始めてるね、ほんまやしやないとやりますね。ゆうかのパフォーマンス揃ったら迫力やばい。ゆうかって何、誰やろ。友達のままでバスに乗ってたら二人で一緒にあの海に行けた。ごめんなさい、うるさかったですよね。頭おかしい。お疲れ様。あ、恋タコしてるよ、ありがとうございます。曲調に合わせて表現とか踊り方とか変えてるの気づいて、改めてすごいって気づいた、嬉しい、ありがとう。恋タコはなかなか親密度上がらない、本当？じゃあここで上げていきましょう。ゆうちゃんとうかちゃんでゆうか、なるほど。あ、タワー来てる、ありがとうございます。教えてくれてありがとう。けんいちさん、ありがとうございます。疲れ吹っ飛びます。うかお姉さん推しメンやで、ありがとう。キュン、ガンガンに親密度上げていきましょうね。京都旅行楽しかった、楽しかったね、京都旅行行ったね。
お抹茶飲んだりしたっけゲームの中のお話ですけども、嘘つきマシンなのね。マジでとぼけるつもり、涼しい顔してる、もう呆れたわ。嘘つきマシンの回るとこ好き？回るとこいっぱいある。どれやろう。うーかさんのツッコミ方好き、ありがとうございます。どんなん？私のツッコミ方。あれかな、2サビのところですかね。こうぐるーって回るとこ、やっぱ好みの振り付けね、いいですね。恋ラブの多幸感がすごくて、コジリンの楽みたいになる楽しかったな、今日も良かったなって感じですか愛をくれの感想で、ウーカ真ん中で踊ってるとこ好き。あー、難しいところや。あそこね、もう初日のリハーサルで間違えて、いっぱいなんかこんなんいっぱいするんですけど、もう本番直前までずっとこれやってましたからね。これの次はこれやなって。だから嬉しいです、褒めてもらえると。シャムネコの回るとこ好き。シャムネコはもうなんかもうねちっこい感じでやってますけど、難しい。嬉しい、かっこいいなと思って毎回見てますみんないっぱい褒めてくれて、モチベ爆上がりです。ありがとうございます。今日もいいアイラブ豚まんでした、ありがとうございます。みんな豚まん食べたくなったでしょうか。ウーカが VR でやってみたいこと、なんやろう。私も考えたんですけど、でも一番に思いついたのはアイピが言ってた VR のジェットコースターみたいなやつ、楽しそうやなって思いましたね。なんやろう。ゲームの世界に入り込みたい。だからなんかマリオとかなんかそういうあのクエスト越していくやつあるじゃないですか。ほんまに炎がこうブワーって来たりとか。なんかアニメ好きなんで、僕のヒーローアカデミアとかそう好きやから、そういうキャラクターと戦えるみたいな VR できたらめっちゃね楽しそう。今日メイクちょっと違う、今日は公演なんでめっちゃメイク濃いです。でも撮れたけど、黒のアイラインって感じで可愛くなりたい。今握手会やったら公演の感想伝えに行きたい。もうここで伝えてよ。ヒロアカで誰が好きですか？爆豪くんですかね。なんか爆豪くんのなんかほんまは優しいのに、なんかなんていうんですか、反抗期的なずっとなキレてるのが可愛くて好きです。うーか今日で22歳になったよ、おめでとうりさちゃん。にゃんにゃんだね22、ニコニコじゃん。22歳の誕生日はゆうかあれしてた気がします、 TIF 出てた気がしますね。声めっちゃ良かったよ、ありがとうございます。ヒロアカ第6期も制作決定、やったー嬉しい。ゆうちゃんとうーかの生電話の誤解、なぎちゃんに解けた。あ、次の日にあの連絡しましたよ。連絡ってか、うん、全然
誤解とかないので安心してください。ドラケン好きは変わってない。そうですね、リベンジャーズはドラケンかっこいいなと思うけど、でも話が進むたんびになんか決めれないです。お疲れ様でした。バイバイ。うーかさん。はい、うーかさん。あー、七木に囲まれてるなあ。アンジュ昨日一緒に舞台行ったし、本当に。でもアイカ見ました。あの見ました、あのウーケさんがアイカとヒロパ行きたいって言ってくださってた。ウーカさん言ってるだけやから。え、言ってるだけやから。よかったです、よかったです。行きましょうね。で今日乗れる人なんで。あ、意外。大好きですね。行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。おやすみなさい。嬉しそうなうーちゃん、嬉しいです。いっぱい甘えてくれて嬉しい。女ったらしだな。女やけどいいじゃないか。鼻の下伸びてるよって言わんといては恥ずかしい。角度角度。七木に囲まれるうーかちゃんが大好物すぎる。ありがとうございます。伏せの123行ったよ。おー、ありがとうございます。どうでしたか、ポスターありましたか。めちゃくちゃ慕われてる場面目撃できた。そう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 、こういうとこ、こういうとこ慕われてる、イエイ。調子のなって誰か突っ込んでください。そういえば久しぶりに自己紹介でうーかお姉さんみたい。最近ないですね、もう誰も言ってくれへんからさ。あ、ほのちゃん、くまさんありがとうございます。あ、ポスターとシールあったよ、見つけてくれた、ありがとうございます。ケイトがうかうかしてたね。してたね、可愛かったね。ちょっと狙ったけど。あ、あっち向いてるって。今日は土曜日だけど小尻に家に帰るの。いやでも今日言ってたんですよ、公演前に。公演前に私がワカニャンとちょっと絡んでて、それを小尻が近くで見てたから、小尻いるからあかんやんみたいな話してて、で今日土曜日やなと思ってワカニャンに、ゆうかんち来るって。お誘いして、お、どういうことですかっていうやり取りしました。っていう話です。ちょっと今日はね、コジリンと約束の日だから、ちょっともうショールも終わっていいですか。じゃあちょっともうコジリンの家に行かないといけないので。あ、もうコジリンが待ってるな家で。ワカニャンでゆり劇場通信通通信通、え、何シーズン2。でもおかしい、もうダメっていっぱい来てる。それでコジリン最後の例の時間違えたんか。動揺しすぎ、しかも時間差。ね、わかにゃんリーゼントで。SJ 式やん、可愛かったですね。いやー、でも最近ちょっと考えるんですよ、みんな可愛いなって。キュン、レックスさんキュン、ありがとうございます。楽しい公演ありがとね。 DMM で見直す、ぜひ見直してください。お家帰ってコジリンと親密度上げてくださいやって。リアルな方の、え、いいんですか、いいんですか、じゃあ、え、いいんですか、そんな、あげるか。
今日のメイク目力強めで大人っぽいね。今日は公園メイクなんでメイク濃いんです。もう濃くしないとさ、ステージ立ったら顔なくなるからね。終始ニヤニヤしてる。しちゃいますよ。でもこの前何でしたっけ、あのインスタの質問箱、質問のやつやったじゃないですか。そしたらゆうちゃんとのなんかあの何質問ん、なんかお泊まりがどうのこうのみたいなのをゆうちゃんが引用してくれてて、でおいでよって DM したんですよ。そしたらえ嬉しいって来ました。いやんこれはリアルゆり劇場、リアルゆり劇場が始まってしまう。ちょいちょい何人目や、うーん何人目かな、1、2、3、4、おうおう、今のは見なかったことにしてください。はい、ということでじゃあもう待ってるんで家でコジリンが。もう終わります。2回公演皆さんありがとうございました。また配信するので見てください。皆さん早く寝てね。あでも明日日曜日か。今日も可愛かったよ、ありがとう。お疲れ様でした皆さん。じゃあ今からランキングを読ませていただきます。13位、ガミさんありがとうございました。12位、トラさんありがとうございました。11位、カイさんありがとうございました。10位、スギさんありがとうございます。9位、ミャオイさんありがとうございます。8位、チョコちゃんありがとうございます。7位、ホマレさんありがとうございます。6位、ヤさんありがとうございます。5位、オレンジの新製品さんありがとうございます。4位、ほのさんありがとうございます。3位、おかゆっこさんありがとうございます。2位、メッシュワンタンさんありがとうございます。1位、ケンイチさんありがとう。タワーもありがとうございます。嬉しかったです。はい、それでは今日も一日ありがとうございました。皆さんいい夢見てください。それではおやすみなさーい。